まあ、高校生の山、まあ、高校野球の花形って言ったら甲子園なんですよね。で甲子園って、まあ、大体満帆で5万ちょっと5万5千人ぐらい入るんですけど、甲子園の決勝って5万5千人の中でやって一級に歓声が湧くっていうところなんですけど、でも大学に来るともうその500人とか、まあ、多くて1000人ぐらいの中でやっていくって形なんですけど、まあ6大は別として、でその中で何が問題かっていうと、やっぱ高校野球でヒーローの選手が大学来て辞めちゃうっていうのもすごくもったいなくて、でもそれって何かって言ったら、やっぱりその誰かに見られてるとか、自分がかっこいい、この時これやったらかっこいいとかっていうのがないことが問題なのかなって思うので、これからそのどうやったら大学が盛り上がるかっていうのをこういろんな人含めて考えていくことが求められていくんじゃないかなっていうふうに思います。ロスタイムトーク。